美少女がかっこかわいい衣装で戦う、敵が見とれる、簡単に追い払える、これが今回の作戦や。本当にこれで戦いが早く終わるの？もちのろんや。さあ行くんや、アイズさん。わかった。華やかでゴージャスに、うわ、兵士が100人くらい吹っ飛んだ。どうやったんですか？もっとかっこよく、美しく。うわ、怖え。でも美しい、まるで戦場の女神だ。女騎士みたいな元気見れて、我が生涯に一片の悔いなし。ダメだ、強すぎてみんなの頭がお花畑になっちまってる。撤退、撤退。確かに戦いは早く終わった。だから言うたやん、うちの作戦見事的中や。どうして？みんなアイズタンの凛々しい姿に見とれて骨抜きになったんや。無事戦意喪失。説明されたのによくわからない。普通に戦っただけなのに。考えてみ、アイズタンみたいな可愛くて強い少女がきらびやかな衣装で戦場を駆け抜けるんやで。うちが兵士なら戦いそっちのけで見とれるで。よくわからない。じゃあもう着替えていい？なかあかん、うちのキースムまでその服で戦うこと。クソ忙しい時期にこんな面倒に巻き込まれたんや。これくらいご褒美ないとやってられん、うちが。そやん、四六時中うちの警護させるんもええな。あいつたんとお散歩デートや。こうなるって分かってたような気がするけど、これって騎士じゃなくて騎士官。ごめんねベル君、用心棒なんて面倒なことお願いして。気にしないでください、エイナさんが困ってるなら協力するのは当然ですから。でももう何日も付き合ってもらってるし。はい、なかなか姿を見せませんね。エイナさんの後をつけ回してるっていう人は。これ以上ベル君に付き合ってもらうのも悪いし、早く正体を現してほしいんだけど。帰宅中に後をつけられてると思ったの、私の勘違いだったのかな。本当にそうならいいんですけど、こういうことははっきりさせた方が。そうだ、いっそおびき出しちゃうっていうのはどうかな。おびき出す。ベル君、はい、ジャガマル君アイスミント味だよ。あーんして。エイナさん、そこまでは。ベル君、恋人のフリなんだからちゃんとやってくれなきゃ。すみません、つい。はい、あーん。あーん。
じゃあ次は私にも。そんなに嫌？嫌とかじゃなくて、その、あの、そんなに恥ずかしい？恥ずかしいですよ。ダメかな。かわいい。シルさんとはまた違った感じで。って何考えてるんだ僕は。私たちが恋人だと勘違いすれば相手も出てくるかもって思ったんだけど。分かってます。怒って出てくるのを狙う作戦ですもんね。ベル君？すごい殺気が。しかも一人じゃない、複数人。ベル君顔色すごいことになってるよ。ミノタウロス、いや、ゴライアスを前にした時それ以上の殺気が。ふざけんなリトルルーキー。俺たちのエイナさんとイチャイチャしやがって。許さん。殺す。シルさん遅いな。散歩に行くって言ってたのに。ご飯。そこにいるのは悩める子羊。いや、子ウサギですね。深く語らなくとも構いません。私にはあなたの悩みが見える。子ウサギさん、私に相談してみてください。この心優しきシスターに。やっぱり分かってたけど、シルさん、どうしたんですかその格好。実はこの教会を掃除した時に出てきたものなんです。なかなかこういうものは捨てられないので取っておいたのですが、着てみちゃいました。似合ってますか、ベルさん。はい、とても似合ってると思います。声が小さいので聞き取れませんね。そんなちゃんと言いましたよ。いいえ、ダメです。そんな小さな声では誰にも伝わりません。教会での言葉は秘匿の言葉。誰かに漏れるということはありません。だからこそ、もっと大きな声で、何度も、天におわす神様たちにまで聞こえるように。神様に聞こえたら多分一番まずいんですけど。シスターの前で嘘は通じませんよ。嘘だなんて、本当にその思ったことで。本当ですか？シスターシルの前で嘘ではないと誓えますか？いや、ちょっと、シルさん。むむむ。この慌て方、キョロキョロと定まらない視線。これはやはり嘘をついているからでは。違いますよ。シルさんが近すぎるんです。本当に似合ってると思いましたから。そうですか。
わかりました。それだけ大きな声で言ってくれたのなら、シスターシルは信じるとしましょう。大きな声で言わせたかっただけなんじゃ。でも、本当にシスターさんみたいですね。シルさんにはぴったりかも。実際に、悩みを相談してみませんか？私も決して口外しません。だから、もし何か思うところがあるのなら、今だけは、言ってもいいんですよ。シルさん、ずっと、不安ではあるんです。ファミリアの団長になって、仲間もたくさん増えて、嬉しいけど、本当に大丈夫なのかなって。僕はやっぱり団長なんて柄じゃないし、これからちゃんと、みんなを引っ張っていけるのかなって。迷える子ウサギよ。あなたの悩み、よくわかりました。これからあなたに、言葉を授けてあげましょう。目を閉じ、心を穏やかにしてください。あ、はい。絶対、大丈夫。なんで、あの。シスターシルのおまじないです。こうすれば心に救う不安も吹き飛びます。シルさん。ベルさんは、立派な団長さんになれます。それはずっと、ベルさんを見てきた私が断言します。皆さんも、きっとベルさんを信じてますよ。もし今は格好悪かったとしても、あなたなら、大丈夫。どうですか？悩みは少し解決しましたか？はい。ありがとうございます、シルさん。よかった。じゃあシスターごっこはこれでおしまいですね。この格好ではさすがにお散歩には行けないので、着替えてきます。ちょっと待っててくださいね。わかりました。あ、でも。また何か悩みがあったら、いつでも相談してくださいね。いくらでも力になっちゃいますから。私は、走り続けてるあなたが、好きだから。聞いたか？戦争でのロキファミリアやフレイヤファミリアの活躍。ああ、ケンキがバッタバッタと兵士をぶっ飛ばした話だろ。エルガルムなんて斧を一振りしただけで。アイズさんたちの話で持ちきりだ。やっぱりすごかったんだな。本当にあいつらは英雄だよ。英雄か。もし僕も一緒に戦えてたら。ギャー！強い！強すぎる！一秒間に何回切られたかわからねえ！故郷に帰るんだ。お前にも家族がいるだ。こんな強い冒険者がいるなんて、ベルクラネル、マジハパないって！ドアー！え？いや、普通に剣気の方が強いな。まさに剣の姫。ここまで剣に愛される者がいるのか。想像の中でも勝てない。アイズさん一人で終わっちゃう。こうなったら。サポーターに。ダンジョンじゃないからサポートすることがない。魔導士に。いや、レフィアさんやリベリアさんがいるから僕必要ない。そうだ、軍師としてなら。
員、準備はいいか。この戦いをもって戦争を終わらせる。無益な犠牲はこれ以上必要ない。君たちに勇気を問おう。よっしゃ。ブレイバーの後継者はあんたしかいない。よし、それでは作戦を。ベル君氏、ケンキが敵の前方部隊を壊滅させました。え、そのまま敵軍を全滅させました。もう指揮なんて関係ありません。もうケンキ一人で十分だと思います。帰りましょう。アイズさんが強すぎて妄想にならない。これじゃ追いつくなんて夢のまた夢だ。ベル？はあ、どうして落ち込んでるの？あ、アイズさん、高すぎる高根の花には手が届きそうになくて。